ヘンリー・マーティン・スクープ・ジャクソンはアメリカの政治家。連邦下院議員、連邦上院議員。所属政党は民主党。下院ではインディア問題委員長、上院では内務委員長、エネルギー、天然資源委員長を歴任。愛称はスクープ。ワシントン州、エバレット生まれ。ワシントン大学を卒業後、ワシントン大学のロースクールに入学する。 1935年に JD を取得し、エヴァレットの法律事務所に就職した。1938年には26歳で、スノホミッシュ軍の検事に選出され、1940年まで、勤める。検事に在任中は、犯罪組織の資金源となっていた種類の密造と、違法なギャンブルを厳しく取り締まり、名声を得た。1940年、ワシントン州。 第2区から民主党員として会議員に立候補、当選を果たす。第2次世界大戦中は陸軍に入隊し従軍。1945年、コッペンハーゲンで開かれた国際海洋会議にアメリカ代表団の一人として参加。1946年にシアトルで開かれた際には議長を務めた。会議員在職中、防衛問題と 核エネルギー問題についての造形を深め、次第にこの方面の専門家として見られるようになった。1952年には上院議員選挙に立候補し、現職のヘンリー・ケインを破り当選する。以後1983年に没するまで上院議員として活躍する。上院議員としては国防、安全保障政策、エネルギー政策、環境政策の専門家、 権威として望を高めた1954年のマッカーシー校長会から1970年代のデタント期まで国防政策、安全保障政策に積極的に関わり、注目に値する提言を続けた。これらの活動に関しては、ジャクソンの与えた影響の功を参照されたい。彼は上院軍事委員会の主要なメンバーの一人で、1981年に、 民主党が野党に移行して以降は同委員会で民主党を代表する立場にあった。とりわけ核兵器の問題に精通しており情報委員会のメンバーでもあった。ジャクソンはまた環境保護がまだ大きくクロースアップされていない時期から環境保護に取り組んだ。彼は1960年代に制定された数々の環境保護理法の成立に関して 主導的な役割を果たした。その一例として、画期的な全国環境保護政策法が挙げられる。さらに、全米の多くの自然環境に恵まれた地域を国立公園として保護する立法を行った。エネルギー政策の面でも、1970年代に制定された法案の提出、成立を主導した。これらは主にオイルショックとそれに伴う、 エネルギー危機器を背景にしたものであった。ジャクソンは原子力エネルギーの利用に関して積極的であり、上下両院合同の原子力エネルギー委員会のメンバーであった。ジャクソンは全国的にもよく知られた有力な上院議員であり、1960年には民主党全国委員長に就任して、ジョン F ケネリの大統領選挙キャンペーンを支えた。 さらに1972年と1976年には大統領候補として民主党予備選に臨んだが、いずれの場合も敗れている。ジャクソンのあだ名、スクープは当時の4コマ漫画の主人公に由来する。彼は軍需産業との密接なつながりにより、しばしば軍産複合体の典型的代理人と批判された。とりわけボーイング社との関係は有名で、 ボーイングから来た上院議員と揶揄された。このことは彼の高派的主張と深い関わりがある。上日のようにジャクソンは国防安全保障政策の専門家として知られていた。そのスタンスは反響的で強硬なものであった。彼はデタント政策に一貫して反対しており、特にソルト2には強硬に反対した。さらに、 1974年の貿易法の審議に、際し、いわゆるジャクソン・バニック修正条項を提案した。この時の共同提案者は、チャールズ・バニック会議員である。これは、市場主義経済を取らない国々、移民の自由を制限している国々との通称を基本的に禁ずるものであり、主にソ連権、共産権を念頭に置いていた。このように対外的な強硬姿勢、 アメリカの自由民主主義を全世界的に広めるという目的のためには、軍事的な手段をも用いるというのが彼のスタンスであり、冷戦リベラルの代表格に挙げられている。こうしたスタンスは、いわゆる、ネオコンに通ずるものがある。事実、ネオコンの創始者とされるアービング・クリストルはジャクソンが、結成した民主的多数派連合の副議長であり、リチャード・パール、ポール・ウォルフォウィッツ、 ダグラス・ファイスといったネオコン人脈の中心的人物も70年代にジャクソンの下で働いていた。このことからジャクソンをネオコンの源流の一人とみなす傾向が強い。事実、パールは自身が共和党員とみなされるのには不服であり、ジャクソン流民主党員と呼ばれたいと語ったことがある。ありがとうございます。